何点で出るんですかね。だいぶありますよね。大塚さん、はい、この中で一番大塚さんが気に入った作品はどれですか？いいねって自分の作品これはいい、まあ、そうやって一つずつなんか撮っといて写真を撮りながら、どういう見方をするかっていうのが一つと、うん、はい、草物と、地獄と区分けして、そこをなんか開けと